一方、中国の新疆ウイグル自治区では羊たちが毎年恒例の大移動です。冬を過ごすための牧草地へ向かうもので、4万匹以上の羊とその飼い主たちが長い距離を移動しました。このうちおよそ30キロは高速道路沿いに作られた家畜のための専用道路で、狭い部分は幅がわずか 3.5 メートル。そこでは羊たちが渋滞する場面もありましたが、大きな混乱もなく無事新しい住まいにたどり着くことができました。では風と為替の連絡です。午前の東京株式市場は小幅に続伸しました。平均株価午前の終値は先週末に比べて63円余り値を上げています。為替は現在1ドル100円台前半です。この後の各地のニュースです。会社をご存知でしょうか。416万人も使ってるんですね。スキンケア、メイク。